あの、アコーディオンみたいな。アコーディオンつうのかな。あ、でもそう、こうやって、それを引っ張ったら蛇腹になるシステムね。蛇腹みたいになるやつね。うん。なんか同じ紙なんだけど、こう。畳まれてるのあるよね、なんかこういうの。あるね。なんか、あるね。なんかね、例えるね。あるね。あれ、あれだと。に新鮮が入っててね。うん、はいはい。うん。うん、そうするとそうすると、紙は丸くないけど、うん、ただ、長さがね。そうそうそう。領収書の長さが違うのには対応できないから。うん、そうね。うん。買い物とかの量がやっぱあったら、なくなっちゃうから。うん。まあでもそこは2番目に行ってもいいのか、別に。ああ、ね。そこはいいんじゃないの？そうか。うん、オーバーしても、うん。領収書のあれはよくわかんないんだけど、領収書の意味が。何？領収書？レシートと領収書って、なんかもらうよね。また別に。うん、もらう。あれは、やっぱそういう、決まり？領収書がないと、なんだろうな。レシートだといけないのかって話？あれが、レシートでいけない、なんかいいんじゃないのと思っちゃうの。それだと、その、領収書を、何、うん、落ちてるの拾って、これ、自分のにできちゃうわけじゃない？うまい。うまそう。うまいね、今のね、確かに。そうだよ、かき集められちゃうから。そっか。だから、領収書は名前なんだもんね。名前入りで。名前入れてか。ちゃんと自分が買いましたよっていう。ああ、なるほど。うん、そういう、じゃあ、あの、あれは、3万円。以上だと、300円。収入印紙。あれ意味わかんねえよな。あれなんで収入印紙、あそこで急に出てくるのかっていう。あれ意味わかんないよ。あれは、うん、店側が、うん、よくさ、脱税するような人で。うん、店側が脱税。領収書、うん、これ、本当だったら何万円、2万円のものを、ちょ、3万円で切って。とかって。お願いする人いるよね。うん、なんか、そういう悪いやつ。こっちは経費として、いっぱいお金を使ったことにしたいから、これ何万円の経費切ってっていう時に、あ、いいですよって、やってくれる店があるとするよね。よく、馴染みの店で。はい。でもそれをしょっちゅうやられると困るから、店側も300円の収入に支払わなきゃいけないから、それやりたくないじゃん。うん。何万円も切るの。はいはいはい。自分たちはお金、300円の収入者買ってるわけでしょ？そうね。負担だもんね、うん、あれ、無線側のね。だからそういう不正をさせないためだよ。なんでそうだろ？わかる。だって、まあまあそうだけど。だって、いや、おじさんね、俺が店員だったら、いや、おじさんさって何万円の領収書くれって言うけど、いや、あげてもいいんですけど、いや、うち収入者払わなきゃいけないから、結構それ、かさむんですよね、みたいな。でもじゃあいいよ、こっちで300円分その就任者払うからってなったらどうなんですか？あ、いいですよ、じゃあ。だけど、なんなのかわかんないよね。あんまり高い領収書切りたくないようにするためなの？あれって。か、本当にまた税金がなんか。なんかね。こういうやつか。難しいから。非常？じゃないの？まだいかない。何やんの？あ、CM。一旦 CM に行きたいらしいよ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネミーキじゃあね、あれ、まだメールがあるから。はい。ラジオネームコーヒー牛乳。小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは、うん。私が思う合理的じゃないことは、銀行や携帯ショップなどの整理券を発行する機械の横に立っている係員です。せっかく自動的に整理券を発行できる機械を使っているのに、そこに係員がいたら意味ないじゃんと思ってしまいます、というか店が混んでるんだからお前も窓口開けろよと思います、はあ、まあおばさんみたいいるね、いる、ね、え あそこの人結構偉い人でしょ、でもなんか、あ、そうなんだ、なんか結構支持してるよ、なんかいろいろ、なんか多分おつぼねさん的な結構な感じ。でも俺結構あそこで聞いちゃうもんね。この場合はどれなんですかって言うと、あ、こちらですってやってるから、俺結構必要
だよ、あの人。俺も必要。そうですよ。なるで年取るとやっぱ分かんなくなるのかな、こっちも、なんか。あるね。うん。整理券のね、ボタンがあるんだよね。そう。用事に応じてね。で、これどのボタンを押して整理券もらえばいいか分かんないんだよ。分かんないんだよ、あれ。うん、で、必要だよ。じゃあ、申し訳ないけど、あれ必要。うん、必要。うん。うん、ラジオネーム、トレハロス。小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは、うん。僕が不便だと思うのは、財布のカードを入れるとこです。あそこは透明にしてくれた方が何のカードがどこに入ってるか分かるのでいいと思います。まあでも、あそこちょっとだけ出るじゃん。うん。カードの、どんなカード入れもさ、6ミリ、7ミリぐらい出るようになってるよね。上出るね。あれでも十分じゃない？うん。うん。そうね。透明にする必要ないよ。なんか恥ずかしいよ、透明でなんかいろいろこう見られるのが、こう、ああいう風に。そうね。うん。確かにね。うん。じゃあこれは別に。そうよ。うん。ね、革製品だからさ、財布なんて。透明なんて少ししたら、うん。ダメ。おかしいおかしい。ダメね。うん。ラジオネームアマゾンカルテット。小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。僕は運動部の、ただ声をでかく出すだけの練習が非合理的だと思います。うん、僕も高校の頃、運動部だったんですが、うん、一列に並ばされて声を出す練習をさせられたことがあります。うん、僕みたいな人間は大声出すのが苦手なので、とても苦痛でした、うん。あれは意味がないと思います。うんうん、でもあれは、あれで、出すことによってさ、うんうん、それ、まあ苦手だ、になったんだろうけど、やっぱ出して、どんどん慣れてくるしね、うん。やっぱこう、やっぱこう、中からのこの、なんか感じ、うんうん、それがやっぱいい力になるんだよね、あれ。中からの感じね。そう。感じ。で、あれが、やっぱ声を出すことによって周りもね、振り立つんだよね、この。で、相乗効果なの。ああ。いいの、すごい。あれ。あれは部活とやってると、やっぱ声出して重要。小木高校サッカー部じゃん。うん。中学部でしょ。そうよ。なんかあるの、その。すげえ声出したよ、俺。なんていうの？だからもう、まず、先輩が、もし、会ったら。うん。まあ、廊下でもいいよ、どこでもいいよ、部活でも、なくても、もう、この人はサッカー部の先輩だと思った、会ったら、チワッていう。チワーッシゴスシゴスシゴスって。なんだろうね、シオ、あのね、チワわかるでしょ、こんにちは。あ、チワッチワッって言わなきゃいけない。チワッって言うの。シゴスシオスは、ね、シオス失礼、何シオス失礼しますかな。失礼します。失礼しますを、シオスもう決まり、決まり。あれ、シューみたいなこと言うじゃん。それはいはシューだよ。えはいはシュー。じゃあ、はい、じゃあ明日が、明日じゃあ3時から。これの明日じゃあ3時、グランド集合だシューしてないじゃん。何シューって。知らない。何シューなのもう絶対シュー。もうそう決まり。もう。はい。いや、でも多分うちの高校だけじゃないと思う。シュシュシューとかさ、なんか、なんかあんのよ、なんかわけわかんないの。あんだ。でもそれ出すか、ことでなんかこう盛り上がるんだよね、なんか。ああ。熱くなるし、体もね。ああ。あれいい。だから絶対必要、声出しは。なるほどね。うん。シオスすげえ見わかんねえけど。シオス。じゃあ、非常、はい、行きましょう。こんばんは。TBS アナウンサーの増田直弘です。週刊おぎやはぎ批評。この時間は、聴取者の皆様から寄せられた番組へのご意見、ご要望を紹介し、より良い番組作りによる放送文化の向上を目指し、パーソナリティであるおぎやはぎへ自己批評を促します。本日も、素敵なピアノの演奏とともに皆様からのメッセージをご紹介いたします。